もご利用いただき誠にありがとうございます。こちらは、ブルゾンですね、薄手のブルゾンになりますけれども、新の着状況なんですが、はい、来た時に右側の胸元ですね、どうでしょうかね、このぐらいの範囲になるんで直径30センチぐらいになりますかね、わかりますかね、黄色い、はい、着しているのがコーヒーをねこぼされたということでご依頼いただきました。はい、同じシミが背面ですね、背面見ていただくと、はい、リブの下ですね、ちょうど首の、後ろあたりですね、こちら、はい、そこから、まあ肩にかけて着がありますということと、はい、裾ですね、裾部分にも少し着が見られます。はい、今から染み抜きを実施していくんですが、素材の方がね、ちょっと特殊な素材でして、ちょっと見ていただきますと、もうちょっと拡大してちゃんと、はい、ポリエチレン、100% となっております。ちょっとそうですね、洋服の生地としてはまあ特殊な部類になるかと思いますので、なかなかポリエチレンで製造されている衣類というのは、まあ、まあ我々一日たくさんご依頼品を処理させていただくんですけれども、まあ、やはりなかなかね、お目にかかれる素材ではないので、まあ特殊な素材ということでね、取り上げさせていただきました。袖にもやっぱシミありますね、これ。はい、ね、まあ、取り扱いとしてはどうでしょうかね。よくね、スーパーのレジ袋とかね、そういう、ああいうものに主に使われている材質ではあると思うんで、まあ、そんなにですのでね、まあ、洗えないわけではないと思うんですけれども、表示どうなってるかな、まあ、一応これドライクリーニングになってますんでね。ドライクリーニングの指定にはなってますが、こうですね。まあ、水洗いの方が安全だと思うんですけどね。はい、まあちょっとね、慎重に進めていきますけれども、そんなに基本的には、まあ、染み抜きの実施によって直ちにどうこうなる不具合発生するような感じではないかと思いますが、まあ、一部多分使用できない薬品もあるんで、付着した染みによってはちょっと処理しにくくなるかと思います。今中性洗剤つけて試してみましたが、まあ、簡単に取れていきますんでね、もう取れたでしょ、これ。まあ、付着直後であればね、そんなに死にもね、定着しない素材だとは思うんで、ただ逆にこれ、コーヒーの浸透、まあ、浸透があるんですけれども、こちらも時間の経過とともにやはり徐々に定着してきますので、ね、そうなるとちょっとまた様子が一変して、今度は逆にね、非常に取りにくいシミになってしまう可能性もありますので、付着直後であれば、まあ、そんなに問題なく取れるかとは思います。まあ洗ってしまえば取れてくれるとは思いますけど、バッ
点というか、満点の統合失敗じゃなくてありましたかね。修理やっぱ家庭で洗うのはダメなもんじゃかな。まあそうですね、元気なくないと思うんですけどね。バツにはなってますね。まあご家庭では取り扱いできないということではあると思うんですけど、まあでもレジ袋ね、別に水に濡れても問題ないんで、ね、まあ、レジ袋とはちょっと違いますけど、まあ、柄もプリントの柄なんでね、多分あのどちらかというとドライクリーニングする方がちょっと問題ありそうなんで、まああのシミを除去しながら最終的にはまあ水洗いしていくことになるかと思います。はい、まあそんな感じで進めていきます。はい、ジャケットですね。特殊素材ポリエチレンの、ポリエチレン素材のジャケットの染み抜きでした。コーヒーが付着したということでしたが、はい、綺麗に除去させていただきました。はい、全体綺麗になっております。はい、シミ抜きとクリーニングをすることによって、この白い部分の白度も増している状態になります。はい、シミが定着してしまう前に、早くご依頼いただいたことが幸い、好調幸いでした。うまく除去できております。はい、素材も特殊ですが、この柄ですね、柄、こちらもそうですね、まあ、やはりコーティングされているお品ですのでね、あまり汚れが蓄積されてしまいますと、致命傷になってしまいますのでね、はい、気をつけていただければと思います。ご利用いただき誠にありがとうございます。